先生、拾いに対してはどんなあれですかね、中学校からどういう印象なんですかね。拾いか、評判は良くなかったん。はい、拾いの評判は良くなかった。いろいろと悪い評判ばっかり出とったの。あで、それを確かめよう思って、今、日高中津の監督しとる山本誠二って、これ、はい、教え子なんでね、で彼が多分中学校の指導部かなんか持っとったんで、はい、拾いてどうよって、こんな噂出とるけど、全然そんなことありませんよって、ものすごいええ子やってね。で、ヒロイが前に所属しておったその少年野球のとこからの指導者がちょっとまずかったんやと、指導の仕方が。だから本人そのものはそんなことない、素直な子やからって言ったら分かったっていうことで、ヒロイも声かけて智弁に来てもらったんやけどね。技術的っていうかのそういうものはもう言うことなかったですよね。高校としてはもうトップクラスの技術持ってましたからね。まあその気になったのはその噂がね、いい噂でなかったんで、その山本誠二っていう教え子がいてなかったら多分声かけてないと思う。あまりにも噂が悪かったんで、はい。それについて拾いはどう思う？いや、でも本当にその山本誠二先生は、当時高校中学校3年生の社会の先生だったんですけれども、うん、すごいなんか、まあ、毎日のように指導をいただいてたので、うん、悪い噂っていうのがどっから来たのかちょっと正直わからないんですけど、はい。そうなんや。はい。もう一生懸命やってたんだな、中学校。そうです、一生懸命、はい、やってました。大体ね、悪いこと悪いことって言ったら言うけど、その悪い悪いって言われる子本人自身は絶対悪いとは言わんからな。やっぱりあれは周りがこうどうのこうの言うことであって、はい、うん、でやっぱり性格的なものを聞いたらそんなこと全然ないって言って分かった、で踏ん切りつけたんやけどね、よかったと思います僕も。でピッチャーもいけるし、内野もいけるし、まあ、どっちかいうと便利屋ですよね。まあ、ピッチャーいけたら、まあ、大体どこでもいけるんでね。まあ、智弁の、特有のスリーポジションいける選手ですよね。まあまあ、高校に入ってからは、まあ、順当にいったかなと思います。はい。甲子園先生4発も打ってるんですけど、うん、4発は拾いはだけちゃうかな。そうですね、多分、はい、僕だけっていうのは結構おるけど、4発も打つっていうのは、まあ、まあ打つやろなって感じなんですか先生。力的にはね、もうの乗ってたの拾い、もうあれは当時その和歌山大会の準決勝でホームランを打ったんですよ。はいはいはい。でその次の決勝でもホームランを打ったので、夏だけで6本ホームラン。高校通算は30本ぐらいだったと思います。それで6本もその期間に打ったんや。そうです、はい。で夏の甲子園も1回戦の県岐阜商とやった時の1打席目の一スイング目でホームラン打ったんですよ。うんうんうん、これちょっとおかしいなとでも正直思いましたね、やっぱり。なんかまあ、ちょっとつかんでるじゃないけどさ、なんか、はい、こう量産体制的なものに入るときあるよね、なんかホームラン。そうですね、はい。なんかツボにはまるっていうか。はい、ありました。ちょっと口挟むけど、八重山商工とやったときにセンターの横へね、2発を掘り込んだんでね、これはやっぱり完璧なホームランやったな。はい、そうですね、はい、あれはなんか同じところへ飛んでいったんでね。あ、そうですね、バットの出方も同じような感じで出て、はい、結構球速いんでね、大峰は。
いいピッチャーだったんですね。そうですよね。あの時にベンチで聞いたら、練習の方がだいぶ球速いってみんなが言うたんで、監督としては10点取れと。まあ8点しか取れんかったですけどね。で、8対3で勝ったんですけどね。その時の拾いはもう、なんていうか、手つけられへんわな。まあ、向こうのピッチャーもスライダーのね、ストライクからボール放っときゃええのに、まっすぐで来よったんでね。ああ、そうですね。あそこで、ストライクからボールの変化球を投げたら多分三振やと思うんやけど、はい、そうですね。まあそういうラッキーも重なって4本打てたと思うんやけどね。はい。いやすごかったよなと思って、まあ4本も打って、まあだけどやっぱりマー君はすごかったのかな。マー君はやっぱりすごかったですね。はい。変化球ね、もうこう。まっすぐだと多分打ててたと思うんですよ。うん。スライダーが想像以上に曲がったので。うん、曲がったんや。はい。なんか消えるという言い方がいいのかどうかわからないんですけど、うん、想像以上でしたね。あの時ね、俺橋本に聞いたと思うよ。橋本どうやったら、まっすぐはいけます。変化球はダメです。ダメですって言ったか消えるって言ったかどっちかそれは覚えとんねんけどね、はい、そんなイメージですね。まあ、っすぐはね、そのね、やっぱ練習の方が早いと思うんですけど、うん、スライダーがやっぱ手元でキュッと曲がって消えるっていうよりもね、僕は最後ハーフスイング止まらなかったですね、やっぱり。あ、してたね、ハーフスイング。でも、はい、あのライト前に打ったのはあれなんなんだ、カーブじゃないんかなと思うんですけどね。カーブか、遅いやつやったと思うんですけど、ね、ちょっとスライダーにしてはちょっと遅いって感じ。そうですね、多分、まあ、あっこで答え合わせしてないですけど、あの後あったんですけど、多分カーブじゃないかなと思うんですけどね。ね、マー君とやってかと思ったら、やっぱり2点か3点の勝負せなあかんでな。ね。うん。それがいきなり4点取られるんやから、そら勝てんわな。あれ、先生、あの、1回のあの時に、楠本のショートライナーとエラーとかって。ああ、はい。あれがつながったっていうのがあったんで。あれはね、あれはなんていうか、あの子初めてじゃないんよね。はい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 、はい、ね。ライナー落とすのは何回か見たんよ。はいはい。ねえ、やっぱり負けるときってああいうのがね、響いてくんのよな。ね、あの後に多分ね、2点やられて。そう。その後にやられたんよな。そうなったキース。だから、まあね、あの野村さんのことじゃないですけど、勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなしっていう、やっぱミスした方やっぱりね、やっぱ後々、うん、だからそういうとショートに彼を使った監督が悪いっていうことや。いや、そうそう、なんでここを勝つのやろってタイミングでええ試合しとったんやな。いや、そうですね、うん、確かに思い出すで呼び返ってきましたね、そういうのが、うん、後々。でもマー君とやれたっていうのが、そうですね、チーム自体がマー君をやっつけに行こうっていう、うん、そういうあれで行ったんでね、はい、やれるとこまで行ったっちゅう、ね、それともう一つはホーム、あの途中で変わったんやね、うんうん、マー君ね、途中で出てきたで、あのホームに投げる前にワンアウト取られたのが痛かったんやね、あれ。それもここにいるんちゃいます、そいつ、そうポジシャーポジシャー、ね、そんなにリード取ってなかったと思うんやけどね、あの時の牽制の球、あれは160キロ超えとった。いや、先生言われる通りですね。マー君、あの僕今までで見た中で牽制一番早かったの、あのモーションも速いですし、球も速かったのと、あともう顔が怖かったです、男性。それで僕もう気づいたら、目の前にグローブあったんで。あれやろ、またぼーっとしてたよ。ぼーっとしちゃったやろ。ぼーっとしちゃったからって言ったり。でもほんま今やからなんですけど、もうあれ、ランナー一塁二塁やったんですよ、うん。で、確かノーアウトで、さあ、で、古宮の左中間で、2点差か1点差ぐらいまで行って、さあ、これからやっていう時に、そう。ランナー二塁に行ってたら、一塁ランナーってあんま関係ないんですよ。ほな二塁ランナーに牽制したらいいんですけど、なんか一塁の方に牽制してきたんですよね。ほな僕ちょっとなんかもうアウトになってしまって、あれちょっと痛かったですね。ぼーっとしてたじゃん、あの時ぼーっとしてた。ぼーっとしてたわ。もうみんな痛いと思ってるわけな。あれは
マー君があのピッチャープレートに行く間に多分打ち合わせしとったと思う。遠征行くでって、はい、ね、分からんようにと思うわ。もう完璧やったもん。まあ、でも絶妙なね、タイミングの牽制やったもんな、あれは。そうそうそう、球も早いしね。変わっていきなりですもんね。そう。そうですね。あんなありかなって。バッターに1球も投げてなくて、なんでワンアウト取られんねんって。そうですね。あれやったら、打ってゲッツーの方がマシやったなと思ってね。ちょっとルールブックにプラスしといてほしいですね。ホーム1球ホールドやってからじゃないと牽制アカンって。そうですね、はい、そんなんないわ。何かの被害者が出てくるんで。まあそれをね、まあ聞いてる人たちが、まあそういうのもあるぞと、まあいうことで。そうですね、うん、はい、はい、ではあの先生、あのまあ散々ちょっといろんなネタで出てきてる上場に対してなんですけど、先生、あの中学校からですね、どんな、まあ、印象で、上は？上はですね、はい。あ、そうやな、思うっていうか、その噂よりは良かったかなと思うんやけどね。ああ、入ってきて、見た感じは。なんかひ弱そうなね、ひょろっとした。特徴のないそういう感じやったんやけども、実際こう中で見たら、あ、これいけるなっていう、そんな感じしましたけどね。まあまあそれなりに活躍したんちゃうかなと思いますけどね。まあようチョンボはあったけども、それはまあそれとして、なかなかこうチームの中でこう和ましてくれるような、そういう性格の持ち主やったかなと思いますけどね。はい、どうですか、上田。いや、僕は、まあ、ここにいてる3人とは違って、そんな主力であのずっと出てたっていう選手じゃなかったんで、まあ、1年の時入ってきてちょろちょろっと出てたんですけど、もうそこから2年生になって1年ぐらいもうヒットを打った記憶がないぐらい、もう全然出てなかったんで、で3年生になって、練習試合、甲子園の予選が始まる最後 の練習試合で、途中から出てヒットを打って、そこからスタメンでまた使ってもらえるようになったっていう、もうギリギリ甲子園の予選。あ、そんなタイミングからなんや。そうですね。確か徳島か、どっか四国に遠征行った時に、最後、ポンと途中から出て打って、そこから使ってもらったっていう感じやったんで。で最後帝京戦でホームラン打ったんですけど、その余力で、まあ、大学社会人までなんとかやってたかなっていう感じですね。あ、帝京戦、あの試合でホームラン打ってるんや。あ、そうです、橋本のスリーランとか、もう広井が4本目のホームランとかで、馬場が2本ホームラン打ったりしてるんですけど、むちゃむちゃ打ってる。間に挟まれた薄いホームランで一応僕も打ってるんですよ。あそこそれでちょっと勘違いして、なんとか大学社会人までやってたっていう感じですね。僕、まあ、でもさ、やっぱりな、多分いろんな人とさ、やっぱ提供の話とかなるやん。はい、どうしてもやっぱりこう橋本とかさ、こう最後やっぱあれ打ってるから出てくるやん。はい、あれ俺もホームラン打ってたんやねみたいな話になるん、やっぱり。さ、知ってくれてる。僕今、まあ営業を僕やってるんですけど、大阪ガスで、うん、営業ではもう自分がホームラン打ったとか、マー君に牽制で刺されたとか、もうすごい営業トークにはなってるんで、非常に助かってます。それ付け加えてエラーしたから、あんな、ああいうのがお膳立てしたよねっていうのを付け加えて。もうその辺も全て接待するときとか、まあちょっと面白おかしく話したりとかなって、ね。はい、すごい経験が生きてるなっていう感じですね。ね、でも社会人まで大阪ガスでやってたから、はい、知らん間に終わってた、知らん間に卒業してた、ね。あ、そうですね。まあすぐ終わったんで、社会人では。あ、でもじゃあまあ拾いとかとも やってたんじゃない、試合とか。オープン戦やったと思うんですけど、何回か。1回、そうですね、1回ぐらいやったと思います。ね、はい、まあこのじゃあ橋本、拾い、上場って、まあ、ね、橋本はまあ阪神やけど、
あ、やってたよね、いろいろとね。そこウェーバーはやってないんちゃうんですかね。あ、ウェーバー、大阪ガスやってない。橋本、阪神の2軍と大阪ガス1回やったことなかったかな。いや、大阪ガスはあんねんけど、ウェーバーおらん、もうおらんかったんかな。うん、おった。言いたい、言いたい。言いたい、喋ってたし。喋ってたし。ナルワーの球場で。あんま、おった。大阪ガスそうですね、やっぱ近いんで、日生とかね、大阪ガスとか。そうね、よくやるもんね。はい、やるんですけど。ウェーバーの今日、おったかな。いや、いた、いた。いた。なんかみんな仲いいな。あんまりこう、なんていうの、あんまりこう、いじり合いそんなせえへんな。そうなんですか。なんかよくない、なんか。俺らの時とか、もうめちゃめちゃいじり合いとかするから、もう、けなされて、けなされてみたいな多いけど、そうでもないんやな。いや、もう、うん、僕ら写真でも仲どう、古宮。中はどんな感じで俺ら。え、なんか僕らの学年はですね、なんか、まあ僕が思うにですよ。うん、なんか、ああ、あいつらに会いたいなとは思わないんですけど、なんか、心の奥底ではめちゃくちゃつながってて、あ、で、まあ、こうやってたまに会ったら、ああ、やっぱええな、おもろいなみたいな感じですね、なんか。ヒロイなんか言いたそうな顔してるの。いや、僕ら本当にみんな仲良かったですね、やっぱり。仲いい、はい。今だからこう先生に聞いてみたいようななんかエピソードってなんかそんなんないんですか？一度だけすごい怒られたことがあったんです。おい広い、帰ったら覚えとけよって言われたんです。俺に限らず監督ってみんなそんなもんやん。